前回のあらすじ。中国マフィアチンロンとの取引で上海を訪れていた轟は、組対五課と合同捜査に来ていた有ヶ谷と遭遇する。チンロンの捜査協力を求められて断る轟だったが、有ヶ谷に弱みを握られてしまう。仕方なく有ヶ谷を愛人役に据えて、しぶしぶ協力を、すっげえ、協力をすることとなったのだった。雲隠れする青龍後編。しかし中国は寒いな。寒いなら帰ってもいいわよ。いや、ほら愛人が一人だと怪しまれるだろ。本当は有ヶ谷と一緒にいたいだけだが、話していなかった不正輸入の話だけど、日本や中国近辺の国で若い女性が次々に行方不明になってるの。最後の目撃情報によると、チンロンたちといたのを見た人がいて、だからどうしてもチンロンに近づく必要があった。チンロンのボスが人さらいしてるっていうのが、わからない。それを確かめにここに来たのよ。あ、この子たちは花嫁バイバイだろ。昔あった中国の一人っ子政策って知ってるだろ。その頃は長男が優遇されててな、女が生まれた時は捨てたり手にかけたり。それで中国に女が足りなくなったんだよ。だから貧しい奴が他の国の女を嫁として買うんだ。そいつらはそれ用に売られる花嫁たちだろ。しかも抵抗できないように薬盛られてるな。タチが悪い。必ず助けるからね。とりあえず兄さんたちに連絡をするわ。はい、ウスバです。あ、ウスバ警部補、今からお伝えする場所に応援を。しかし妙だな、見張りが一人もいない。大抵こういう場合には見張りと世話番がいるもんだが。動くな。ちっ、轟。ありがやいも、どうしました。てめえ、ありがやによくも。この女、刑事だったのか。道理で愛人にしては目つき悪いし、強すぎると思った。しかし、ヤクザと女刑事が組んでいるとはね。おい、本当にやるのか。ボスはこの男を気に入っているから。だって、ボスに花嫁売ってるってバレたら、俺らも海行きだし、心配の種は積んでおかないと。アリゲ、俺に捕まっとけよ。ほどけた。縛られるのは慣れてるべ。レスキューハンマーは、ってそんなもんあるわけねえか。奴らにヘッドも抜かれてるし、素でも無理だな。他に尖って硬いものを探さねえと。持って10分ってとこか。早く探さねえと海の藻くずだ。ごめんなさい、捜査のために関係ない轟を巻き込んでしまって。ありがよ。謝ることはねえ。いつどこで死ぬかわからない商売をしてる身だからな。好きな奴と死ねるなら本望ばい。轟、死ぬなんて言わないでよ。え、あなたは日本一の暴力団の土蜘蛛の若頭でしょ。そんな弱気になるなんて轟らしくないわ。射程に見られたら笑われるわよ。今度そんなこと言ったら容赦しないから。さっさと代わりのもの見つけましょう。なんだよ、てめえが気に病んでたから励ましてやったのに、エンマ大王みたいに怒りやがって。すっげえ、俺のために葉っぱをかけてくれたのか。すまん、気をつける。よろしい。危険な状況における一番の敵は弱気になることよ。助かった後のことを考えましょう。ああ、私は脱出して兄さんたちとまた会いたい。轟は助かったらしたいことはないの？助かったらしたいことある。そうよ、それを言葉にするのよ。わかった。ありがや、結婚しよう。ふざけてるの？しまった、つい本音が出ちまった。こうなったら勝ち込みだ。いや、ふざけてないぞ、お前と結婚したい。どんな状況でも屈しない精神力の強さ、敵に襲われても返り討ちにするその怪力、真面目で美人、一人にさせても安心できる。それで妻にするならお前みたいな女がいいと思った。刑事とかヤクザとかさ、難しいことは置いといてさ、パッと士気を上げよう。
それで子供は11人くらいなら養えると思うし、賑やかで明るい家庭にしていこう。すまん、ありがや、その足はやめて。え？ヤクザとは結婚できない。出ましょう。公衆電話が壊れてなくてよかった。兄さんに至急応援の手配をしたわ。犯人たちは俺らが死んでると思って油断してるし、おとなしく待っとくか。しかしこうもびしょ濡れじゃ寒いな。応援が来るまでどこか店に入るぞ。私は後から行くから先に行ってて。ん？おい足、見せてみろ。ダメ！かなり腫れてやがるな。なんで黙ってたんだよ。それじゃ歩けないだろ。ほら運んでやる。結構よ、ヤクザの助けなんていらないわ。ちっ、分かったよ。なら轟圭一として助けるぞ。下ろしてよ、誰かに見られたら。誰も見てねえよ。それにお前に何かあったら俺がお兄さんに怒られるだろ。そういえばさっきヤクザとは結婚しないと言ったが、ヤクザじゃなかったら結婚してくれたのかな。聞くの怖いな。何見てるのよ。なんでもねえよ。ずいぶん仲良しさんだな。もう少し泳がせるか。結婚は断たれたが、新たな結婚の予感に襲われる。女刑事とヤクザであった。動画見てくれたみんなありがとう。スペシャルアニメ楽しんでもらえたか。実はこのアニメシナリオを監修してくれた役目原作者清獣夏目具先生の YouTube アニメがあるらしい。今日はそのチャンネルから夜回りさんってやつが来てるらしいが。ハロー、こんにちは。人間ども。どっから出てきやがった。悪魔だもん、これくらいできるわよ。悪魔。私はこの娘の体を使って人間たちの恐怖を集めるために、怖い話や不思議な話を YouTube に発信しているのです。怖い話だと。あら、もしかして怖いのですか。ここ怖くなんかねえよ。それで夜回りさんってどんな内容だ。そうね、最近だと八尺様と戦ったり、井の泣村とかパラレルワールドにも撮影に行ったわね。怖いもの知らずだな。一緒に行動してるビジネスパートナーの春って子がめちゃくちゃ怖がってて、とっても面白かったわ。悪魔かよ。そうよ、悪魔で、悪魔ですから。恐ろしい悪魔だな。詳細は概要欄に貼ってあるから、興味のあるやつは見に行ってみてくれ。あなたたちの力で YouTube アニメ夜回りさん、ぜひ100万再生させてよね。コミックス絶賛発売中、買ってくれたら。好き。俺からも頼む。有ヶ谷のためだと思ってな。